顔面真っ赤になりました。ウガッタ後が怖いぞ。場内からは田植えコールが続いております。この白い肌、田植えの体が次第に好調してまいりました。リーダーの体勢からゆっくりとスタンディングポジション、スタンハンセンの歯を食いしばる顔がよく見えます。ここでロープブレイクの体勢、上から2位を突き落とします。2発落としました。おっと、ここら辺からスタンハンセンが攻勢に転じてまいりましたよ。ヘッドパット2発、3発、そして上からパンチを落としました。これでフライングメイヤー。さあここからスリーパーホールド、ここら辺りがスタンハンセンのこのビクトリーパターンとなっております。さあしかしすかさずこれをクリアしました田植明。さてここまでの攻防、ジャイアント馬場さんいかがですか。いやまだね、田植の方にね、はい、おどおどしてるようなところは見えるんですよね。もっとくっきりといい、ガンガン言っていいわけですね。いや変わってるというのはね、はい、目につきますよね。こちらスタンハンセン、世界の新刊首折り伝説、首折りレジェンドは未だに語り継がれております。あのウエスタンラリアットをまともに食らったら田植はひとたまりもありません。さあ場外出ました。しかし攻撃権優勢に立っているのは田植明。ゆっくりとゆっくりとエルボーを落とします。さあ放送席の前に来ました。これキックでクリア、前を突き上げました。放送席で、放送席でスタンハンセンがこのジャイアント馬場さんの目線でパンチの宣伝に発発。さあ田植明これをまともに食らってしまいました。さあここからボディスラム、次第にスタンハンセンのペースになってくるか。ここでエルボー一発、まあカバーに入る、カウンター2です。エルボー2発3発、そしてエルボーの数え事が始まると田植明はもう勝ち目がないでしょう。また場外に持ってかれました。この田植のコメントとしては、場外戦になってもとにかく撹乱したされないようにしたい、撹乱戦法に引っかかって自分のペースを失い、そして心を乱したその隙にあのラリアットが飛んでくるんだ、怖い怖いと言っておりました。今フロアの客席の方で田植明が大の字になっております。スタンハンセン、アスクヒムギブアップ。こちら田植明、おっと田植、危ない危ない、スタンハンセンがこの鉄柵、今試合時間は5分を経過しております。おっと今度は鉄柱にスタンハンセンが体をぶつけた、一度チャンスだ、一度チャンス、リングサイド場内で今度は田植が攻撃権を持っている、攻めている攻めている。さあフルフルっと場内に入ってまいりました。鉄柵攻撃、ややこのダメージがあったようであります。エプロンから戻ってこようとくるスタンハンセンをキックです、キックです。お聞きいただけましょうか、場内はこの滋賀県立体育館、田植えコール、田植えコール。今日の田植え、比較的よく声が出ております。田植え秋田、上からストンピング攻撃、ストンピング攻撃、ハンセンのチョップ、これをエルボーで返す。声が出ている。そしてこのラリアットの怖い左手をトップロープにかけて攻める攻める攻める、両の手を合わせた、両の手を合わせた。さあこのまま勢い乗れるか、田植明ロープに飛ばしました。さあドロップキック、サンハンセンのまずはエルボー、もう一発エルボー、サンハンセンのおかずを浮かぶようなエルボーの数を言った、カウント入る、もうワンです。今スタンハンセンが首を振りました。さあここはチャンスだ、いい気かせに攻めたい。さあロープに振った、今度はどうする、おっとこれはハイキックでカット、アメドリアンテンションのアタック、 LFL ナショナルフットボールお墨付きのショルダーアタック。さあ今たかだかとハンセンがラリアット宣言、ラリアット宣言、ラリアットガッコミー、まともに食らったタウヤギだ、バンジキュースか、バンジキュースか、しかしこの試合を通じてこのハンセンのパワー、そして頑張りズムを見習い、今後大きく成長してもらいたいものであります。